はい、どうも皆さん、こんにちは、たけじです。ということで、今回は何をやるかと言いますとね、皆さん、今ね、画面に映ってるスキンわかりますでしょうか？そう、こちら。ブラックナイトです。はい。チャプター1シーズン2のバトルパスのティア70で入手できるスキンなんですけども、画面左側を見てもらったらわかる通り、この4つのスキンは、チャプター1シーズン2の、バトルパスのスキンです。海外の動画見てたんですよ。海外の動画見てたら、懐かしい古参スキンを使ってみようみたいなね、動画が回ってきて、やってみないみたいな感じに思ったんですけど、今回は、シーズン2バージョンです。はい、シーズン2バージョンで、このね、バトルパスのスキン、4つのスキン、この4体のスキンの中で、どのスキンが一番強いのかって気になったんですよ。はい。まあ、全部僕の実力にかかってるんですけどね。やっぱみんなスキン買う理由って、やっぱモチベーションを上げたりするためやん。だから、やっぱモチベーションを上げるためにはスキンが大事ということで、この4体の中でね、どのスキンが一番強いのかね、検証していきたいと。おーまーまー。好評だったらね、シーズン3バージョン、シーズン4バージョン、シーズン1バージョンとかもね、やってみたいと思います。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。そしてね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらですね。はい、ブルースクワイヤー。これはね、シーズン2の、バトルパスの中で一番最初に入手できるスキンですね。はい。微妙。うん、まず男スキンっていう時点で使いにくいけど、まあ、とりあえず頑張ってやってみよう。レッツゴー。よーし。じゃあどこ降りようかな。まあ、もちろんね、古参スキンはチキラズね、一番初手降りをするっていうね、これはもうお決まりです。はい。やがー。ブン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 。まずいんじゃない？おっと、やり合ってる。こんなところで負けたくないよ。俺のせいでブルースクワイヤー弱いみたいになっちゃってね。このまま負けると。負けるわけないからね。通り魔ね、武器出たことはありがたい。敵やりたいところだけど。あれ、だるすぎ、こういうの。おい、おい、おい、おい。おお、青のサブマ。こりゃ強い。あ、なんこれ。お前、白じゃねえか。ゴリ押しマンチつらし？あ！いやいや、今のはちょっとね、なんかつるはじでやりたい気分だったからね、もうごめんなさい。はい、続いてはね、こちら、ロイヤルナイトですね。はい。似てるね。うん、まあ、要はこのスキンの女バージョンですね。まあね、女スキンなんでね、まあこれはね、勝つに決まってます。はい、やりましょう。よーし、よーし、よーし、小三勢は黙って、もちろん、初手オリーグでしょ、グーブレッツゴー。さあ、どこ降りようかなどこ降りようかなここ降りるわ。おい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 、なんでこんな降りるんだ。もうね、初手死にはできんぜ。おい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 、あったあった、さすがにあった。おい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 、もう初手死はできんぜ、この辺だ。やべえぞ。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、頼むからやめてくれ。いた、おい、シーバルロバイセッキ。ほらほらほら、いい、バイバイメンジー、バイバイメンジー。おいしょ。はい、しばやめてくださいよ。やめてくださいね。来ないでください。来ないでください。やめてください。やめて！おぉ、ぶっ飛びます。ぶっ飛びます。やめてね。なんだ、こんな敵の量。なんだ、こんな敵の量。おかしくないかなんか。こんな無理じゃないか無理じゃないかこれ。うん、無理じゃないかなんか。なんか無理じゃない。なんかお前まだ追ってきたぞ。ね、はい。敵の量なんだ、あれ。おかしくね、なんか敵の量が尋常じゃないっていうね。もうふざけてるっしょ。うん。はい、続いてはね、こちら、スパークルスペシャリスト、はい。僕の古参スキンの中で唯一お気に入りのスキンです。はい。スパークルスペシャリストに関しては、古参スキンの中で僕一番好きなんでね、これは負けられないですね。アリーナじゃねえのか、これ。資材稼げんて。よーし、よし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 。男は黙って、初手折り。いるね、うん、このスキンは勝ちたいね。さすがに俺のお気に入りスキンで負けるわけにはいかないからね。オッケー。とまずここ取って、まず実戦いかないからさ。やばい、これリコイルめっちゃエグいんだけど。なんかコンバットなんかリコイルエグくなった。なんかすごいな。来いよ。オッケーオッケー。待って、いるやん敵。逃げます。逃がして。いた。え、マジそこ当ててくれ。危なすぎでしょ。このね、ショットガン使わないからさ、マジでわかんないね。
ちなみにマジで狙わないで、今狙わないで、本当にダメだよ今は。ちょっと弱いねこれは。これは弱いな。アリーナたまに実践やるけど、普通のソロに関してはやんないから、プライベートで。だからね、資材稼げないっていうのは本当に痛いんだよね。そうですね、ここの動画で告知しておきます。真央ちゃんとコラボしましたーっていう自慢しておきます。はい、さあここに車があるからね。夏休みもうすぐ始まると思うんだけど、夏休みにコラボキャンペーンっていうのをやりたくて、まあ動画で何回も言ってるけど、コラボキャンペーンで、してほしいよって方はね、ツイッターでね、コラボしてほしい実況者とか募集してるんでね、下にリンク貼っておくんでね、よかったら僕のツイッターのフォローよろしくお願いします。この距離から撃つか。行くぜ、行くぜ、逃げんな、逃げんな。おい、おい、おい、大丈夫か？おい、白やんけ、白やんけ、お前。白やんけ。いや、なんかね、BOT っぽいよね。違うか？これでボットじゃなかったら失礼だけど。お前！これが漁夫の天才ラゲージってやつですね。お前抜けんなよ、マッチ。お、ほう、抜けたと思ってた。お、逃げて。おい。おい！オーケー。オーケー。アーマイブル。うわ、待って、こんなところにこんなショットガン？やっぱりこれが、子さんの実力？ストームに飲まれながら、お話をするっていうのはね、僕一番嫌いなんで。さあ、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 なんか敵全然、お、いた、いた！俺の餌食、マイ餌食。え？何をしてるんだい？何をしてるんですか？後ろいた？ビッグラポン。おわい、金のサブも持ってんじゃんじゃん。いいね、いいね。でもちょっと申し訳ないけどね。ちょっと申し訳ないけどね。なんか、このアサルトでね、しんどけさせられるっていうね、せっかく集めた物資僕が奪っちゃう形になって、ほんと申し訳ないけど、まあ、それがフォートナイトなんだよね。おー、いいね、いいね。攻めてるね。いいね、いいね。俺の餌食となってくれ。こういう時はね、配慮術っていうのを学んだ方がいいですね。おっと、バレてるか？これだけね。おお、やばいね。はい、シーバイルーバイ。なんか、なんやかんや言って生きてたけど、やっぱり最後のスキンが強いかなって僕は思うんですよね。はい。こちら、ブラックナイトですね。もうね、このスキンを使ってね、もう僕はね、もう無双したいと思います。ちょっと画質下げていい？ラグすぎる。60万の PC どうした？さあさあ、本日のお目玉ブラックナイトちゃん、まあこれ見たかった人が多いんちゃうん？全く使わんけど。いや、なんて言えばいいのかな、ブラックナイトに関しては、なんか昔懐かしいっていうのを思い出させてくれるってだけで、スキン的にはね、めちゃめちゃダサいっすね。さあさあ、子さんは黙って初手折れってことで 3B サウンド行ってきてと。さあ、敵の量は、おっと、1人、2人、3人、4人、そんぐらい。まあ余裕で片付けれるんですけどね。さあ、まずブラックナイト選手、ちょっと孤島のようなところに降りて、宝箱を拾っていく。おっと、なんかちょっと、苦手なショットガン。そしてヘビースナイパーをゲットし、さあ、敵をやりたいか？この敵をやりに行くのか？まさかね、まさかね、ダゲージさん。おっと、おっと、車がいるぞ、車がいるぞ。おっと、俺の存在に気づいてる。乗らせろ、乗り込み乗車。はい、バイバイ。こすった！かっこいいぞ！いきます。佐々木寺どうだ？大丈夫？負けるとかないよな、お前。自分だけど、俺だけど、負けるとかないよね。俺ね、紫だから、ちょっと。おい！なに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 、諦めてた、敵。はい、シーバル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 、大丈夫、大丈夫。ねえねえねえ、やめてくれ、やめてくれ。なんかスナイパーで狙ってたよ。スナイパー狙ってるね、スナイパー狙ってるね。やめて！降りてこい。死ねないよ。死ねないよ。死ねないよ。危なすぎやろ、俺。何やってんねん。てか。ね。うわ、いいね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 。神が俺の味方をしてくれてるって話だよね。この水の中の戦い、絶対勝ち抜けない説あるから、俺もう。うっ！緑がよい。ミーが決めますよ、スナイパー。おお、やばい、それはやばい。おうおうおうおお、スナイパーで決めたかったんだけど、まあいいわ。
いるねいるねー、レスイヌレスイヌレスイヌ、しぼちゃんいるねー、マイエジキマイエジキ、おいお前物資に隠れるか、卑怯な手はやめてくれ。リロードするわ。おいおこぐずぐず、なんかちょっと話違うぞ。お前までスナイパー持ってるなんて聞いてない。おいちょっとこれは聞いてないよ。ねえ、聞いてないよこれ。これちょっとあの、台本にはないお話ですよ、これ。ちょっとやばいね、これ。木が邪魔だね。ちょっとやめてくれ。木が邪魔。やりくぞ、竹地。ここはビキロイ。当たり前だ。とりあえず、ここ勝ち抜けってことだよね。行こう。このショットガンでどうやって勝てばいいの？あ、やばいね、これ。で、割られて。割られちゃって、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おい、オッケーオッケー。ごめんね。マジ？対面仕掛けてくる？これ俺死んだ。あーやばいねこれ。ねえ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 、終わったねこれ。ありがとう今まで。ねえねえねえ、めっちゃ下る。頼むからやめて。はい、ということでね、最後はね、ね、ゴリ押しっていうね、めちゃめちゃくだらない結果でやられて、どれだけね、フォトナがね、僕が嫌いになるかっていうのが分かるような死に方したんですけど、結局、ティアが上がるにつれて、やっぱね、スキンは強くなるっていうね、ことがね、実証されたと思いますね。はい。まあね、好評だったらね、エリートエージェントとか使ってね、シーズン3バージョン、シーズン4バージョン、シーズン1バージョンとかもね、やりたいと思うんでね、ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。バイバイ。